今回は裏拍のミドルテンポというところで、前回のミドルテンポのリフよりもさらにちょっと難しい感じでお届けしたいかなと思っております。どこが裏になっているかというと、ね、ここは結構難しくて、ここはダウン、ね、次がアップですよね。でまたダウンに戻ってくると、だからダウンアップダウンアップダウン、ね、ダウンとアップが交互に入れ替わるっていうフレーズになってます。まあ今までのオルタネイトの練習だったりとか、あのきちんとやっている方に関しては、あと気をつけなきゃいけないのは複音のプレイですね。だからこの音をしっかり出していく、ね、これをしっかり捉える、まあ、時にアップでやはり弱いと2本鳴ってしまいますので、前回の動画と同じようにここも2本鳴らす時も1つの音に聞こえるようにね、こういうことですね。うん、ぜひ2本の弦を同時に鳴らす、特にアップね、アップの時に弱くならないように、遅くならないようにというのを、たくさん練習してもらえばいいかなと思います。この動画面白いなと思った人はぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。